呪怨のビデオ。僕はダンスのインストラクターをやっているんですけど、そこで起こった話です。レッスン終了後、生徒さんたち4、5人だったと思いますが、僕がレンタルショップに返却するために持ってきていた呪怨のビデオを皆で見ることにしました。呪怨は映画版とビデオ版がありまして、怖い方のビデオ版を見ていたんですけど、見ている最中に、スタジオ側の鏡に映る自分が見えるのが嫌だったんで、その場からちょっと外れて見ていました。僕がずれた横には女の子がいたのを覚えています。その後、ビデオが終わって、さあ帰ろうかということで、スタジオの待合場から荷物を持ち、外に出ようとしたとき、あることに気がつきます。先ほど鏡に映る自分が嫌だったので移動した隣にいた女の子が怖さから耳を塞いで三角座りの状態でずっと座っていました。なあ、帰ろうよと声をかけたんですけど反応がなくて、またまた A からそんな芝居はとあの場にいたみんながそう思っていました。それから5分経っても状況は変わらず、10分経っても女の子はそのままでした。さすがに、あれ、これはひょっとしてやばいんじゃないかと思って、男2人がかりで部屋から運び出そうとしたら、女の子の体が重くて持ち上がりません。間違いなくやばいって思い、その場にいた生徒に、とりあえず塩と酒買ってきてと伝えました。僕は心霊系には興味があって、そういったお祓いみたいなことはよくネットで見ていたんで、買ってきてもらった塩とお酒を女の子に少しずつ振りかけてみました。するとさっきまでは一切の反応を示さなかった女の子が、はぁ、はぁ、と重苦しく苦しみます。はぁ、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 さらに塩をかけ続けました。その甲斐あってか、ちょっとだけ体が動くようになり、なんとか男二人がかりで部屋の外へ運び出すことに成功。ただ、部屋の外でも状況は変わりません。この状況はさすがにやばいなと思い、買ってきてもらったお酒を僕の指につけて、女の子の口の中に押し込むと、う、という、おっさんみたいな声を出した途端、パッと目を開き、あれ？私、何していたんですか？と、正気に戻りました。それからしばらくして女の子に、こちらこそ、何があったの？と聞いたら、呪怨の怖いシーンを、耳を手で塞いで、見ないようにしていたら、耳の中で、男の低い声で、動くな。という声がして、そこからの記憶がないとのこと。今でも女の子が演技していたんじゃないかって思うこともありますけど、男二人でも持ち上げることはできなかったし、と信じざるを得ない状況でした。お寺で、修行した時の体験。今からちょうど5年前、中学校3年生の夏休みのお話。高校受験を控えた夏、少し気の抜けていた私は、両親の提案で知り合いのお坊さんがいるお寺に修行ということで1週間泊まることに。最初のうちは特に何もなかったんだけど、4日目の夜のこと。住職さんから、今晩は
本堂の番をしてください、と言われ、本堂で眠ることに。その本堂には、身寄りのないお骨、骨壺が棚の上に並べられている。お骨に足を向けて寝るのは、失礼に値するということで、お骨に頭を向けて寝ていた。深夜2時、ふと目が覚めた。超ベタなんだけど、金縛りに。金縛りには何度か会ったことがあるんだけど、状況が状況なだけに怖さ数倍。よく、お経を唱えればいいとか言うけど、いざとなるとそんな余裕なんてない。頭が何とか少し動かすことができたんで、周りを見渡してみると、並んだ骨壺の一番左から、女の形をした真っ黒な人影が出てきた。真っ黒で表情も何も見えなかったんだけど、髪の長さから見ておそらくは女だったんだろうと思う。その影はゆっくりと私に近づいてきて、枕元にしゃがみ込んで、首の周りを上から押さえてきた。苦しさではなく、激痛が走って声も出ない。しばらくその状態が続いたが、その影、すっと立ち上がって、本堂の入り口の方へと歩いていった。一人でにドアが開き、外へ出ていった。その日は半ば、気絶状態で眠ってしまった。朝起きて本堂から出ると、ソファーがあるんだけど、そこに、外回りのお坊さんが寝ていた。するとそのお坊さん、昨日夜中にトイレに行った?と聞いてきた。行っていないと答えて、なんで?と尋ねると。いや、昨日の夜、そこのドアが開いたから見ていたんだけど、誰もおらんかったから、トイレでも行ったんかなって思って、と、夢じゃなかったのか。そこで事情を説明して、住職さんに報告、もう一度本堂を見に行くことに。影が出てきた骨壺を見てみると、蓋と壺の間に一番大きい骨が挟まっていた。住職さんは、これはいかんと言い出し、次の日以降は本堂ではなく、本堂の上にある空き部屋で寝るようにと言われた。住職さん曰く、おそらく今晩も出るでしょうから、このお寺の犬を鎖につないで部屋に入れておきなさい、とのこと。犬の鳴き声はそういった類のものを払う効果があるそうです。そして夜、やはり深夜の2時頃に金縛りに、下の本堂から物音がしたかと思うと、階段を、ぎー、ぎーっと、ゆっくり、登ってくる音が。来たか、と思って、犬を見てみると、早速、うなり声。足音が上がってくるにつれて、吠え始めたので、心強いな、と思い、少し安心していたんだけど、足音が止まる気配はない。というよりも、少し早くなったような。もうすぐそこまで来ている。犬を見てみると、人間のうめき声と全く同じ声を出し、鎖を引きちぎらんばかりに逃げ出そうとしている。もうダメか、と諦めかけたところで、襖を開ける音がし、住職さんのカツが聞こえた。足音が消えたと同時に、金縛りも解けた。住職さんは、私のことが心配で、起きて警戒していてくれたそうだ。部屋に駆けつけてくれたとき、自分では気がつかなかったが、私は泣いていたそうだ。足音が消えたにもかかわらず、犬はまだうめきながら逃げようとしている。早く話してあげましょう。このままでは、狂って死んでしまいます。と、住職さん。急いで鎖を外してあげると、階段の上から飛び降りて、転げ落ちながら逃げていった。
言葉を失っていた私に住職さんは、これはちょっとまずいですね。こういったことに詳しい知り合いがいますので、明日一緒に相談に行きましょう、と優しく言ってくれた。次の日、その知り合いの女性のところに二人で相談に。事情を説明すると、それは、ちょっとまずいですね。おそらくその女性、あなたに相当入れ込んでいるようです。下手をすれば、取り返しのつかないことになります。言いたくはないんですけど、ここにもついてきているようですから。言葉が出ない私に代わって、住職さんが、どうすればいいですか、と尋ねてくれた。するとその女性、本堂から上に上がる階段の一段目の両端に塩を持って、それをさらに塩でつなぎなさい。これで一種の結界のような力があるんですけど、それを超えてくる可能性もあります。なので一応、あなたが寝ている布団の四隅にも、魔除けの仏具を置いて、またそれを塩でつないでおきなさい。これでおそらくは大丈夫でしょう。その日の晩、言われた通りにすると、そこからは何も起こりませんでした。しかしそんなことがあってから、今でも睡眠薬がないと眠れないことが多いです。多分、その子だよ。結婚して半年になる新婚夫婦な私たちは、出費を抑えようと家賃が半額になる、〇〇都市機構の特物という物件に住んでいます。皆さん、話には聞いたこともあると思いますけど、噂のあれです。前の住人さんが部屋の中でお亡くなりになった部屋です。もちろん死因は病死、自丸や殺人があった部屋はさすがに無理です。おかげで、1LDK で3万円というお財布に優しい部屋なわけですが、たまに、え、今呼んだ？今誰か笑った？と言った首をかしげるようなことも時にはありますが、特に怖がるようなこともなく、たまに届く先住人さん宛てのダイレクトメールにちなみ、ああ、また佐藤さんだろ、どうせ、と済ませています。そんなある日、ソファーで寝ていたのが悪いのか、奥さんが前日、知人のお葬式から何か連れて帰ってきてしまったのか、どっちかはさておき、とにかく夜に頭が急に痛くなりました。そして久々に金縛りに遭いました。一人暮らしをしていた頃は、時々体験はしていたんで、私は割と金縛りには慣れていたんですけど、今回は少し、いつもと様子が違いました。その時なんとなく、あ、なんか来そうだな、と思った瞬間に、キーと、激しい耳鳴り。金縛りになる時って、大体パターンがあります。なんとなく嫌な雰囲気、耳鳴り、ズーンという感じなんですけど、今回はなんか耳鳴りから強烈、ズーンという負荷というか圧力、プレッシャー、そのかかり方もかなりきつい。隣で寝ている奥さんの手を握ろうと、左手をじりじり動かして握りました。その時、顔のすぐ前に感じる気配から、おはよう、おはよう、とかなり高音な小さい女の子風の声。どうやら俺を起こしたい様子。正直、こんなにはっきりと聞いたのは初めてで怖かった。必死に寝たふりをするも重圧がすごい。やっと、うーっみたいな声を出せて振りほどいて、重圧がなくなって、隣に寝ている奥さんを見て、一安心。
ただ奥さんは俺と反対側を向いて体丸めてた。この日のことには後日談があります。その女の子に会った後、妻の妊娠が分かって、私は直感的にその子が思い浮かびました。あ、多分その子、女の子だよ、と、妻のお腹の中のまだ小さい細胞に、あの女の子が降りてきたんだと、なんとなくですが信じ込んでおりました。そして結果、生まれたのは女の子でした。午後からのあなたの運勢を占う、午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなた、ここからラッキータイムですね。ね、チョキですからカギさんですね。カギ美味しいですよね。カギね、カギカマも美味しいですよね。ええ、カギカマも美味しいですよ。でもカギも美味しいですよね。ええ、カギとエビどっちが好きですか。私はカギ派ですね。どちらかというとね、まあ、そんなになんでしょうね。エビは比較的ね、ピンからキリまであるじゃないですか。いい言い方がない。いい言い方がなんか見つからなかった。あんまりいい言い方じゃない。ね、お手頃なものからね、ちょっと天井の上の方にあるエビもあるじゃないですか。ね、まあ私はお手頃なエビをやっぱりね、食べますし、そう考えると、カギってあんまりお手頃なカギってないじゃないですか。カギカマしか。カギカマはカギじゃないんだけど。そう考えると、やっぱり食べる回数がエビの方が多いから、どうしてもね、まあカギの方が評価が相対的に上がってしまうというね。普段食べれないものだからね。まあ、エビの天ぷらとかもね、好きですしね。エビフライも好きですしね。うん。カギフライってないもんね。カギクリームコロッケは結構食べるぞ。あれ美味しいね。うん。だんだんと、なんか私の食生活の、レベルが。ね、でも、まあ、カギはね、たまに食べるからやっぱりありがたみ、味があるんですよね。ええ。ということで、何が言いたいんだっけ？今日カギ？違う。今日のラッキーアイテムをね、言いたかったんですよ。ね、そうです。それが言いたかったんですよね。はい。今日のラッキーアイテムはですね、まあ悩みました。これ私のね、本当に悩んで悩んで悩みましたよ。え、悩みました。やっぱりね、健康を考えなきゃいけません。ですので、ヨーグルトです。ヨーグルト。美味しいですよね、ヨーグルト。皆さんどんなヨーグルトが好きですか？昔カスピ海ヨーグルトなんか流行ってませんでした？自分たちで作れるみたいなね。流行りましたね。あれって今でも、皆さん家庭で作ったりするんですかね。まあ、すごくうろ覚えの知識で言ってますけど、あれカスピ海ヨーグルトってありますよね。あれ何でした？ちょっと今調べてみよう。あれ一体、なんだったのかなっていうね。あれ手作りできるんですよね。ねえ。まあ、私は、ヨーグルトはやっぱり買ってきたいから、ね。ヨーグルトは買ってきたいけど、やっぱり手作りする元がいるんだね。元がいあって作るんですね、あれはね。まあ手軽に買ってきて買ってきて食べたいですかね。うん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 。でもいろんなヨーグルトあるでしょ。そのまあうまい言い方ができないんですけど、形がない。つまり形がない、固めじゃないですね。ちょっととろっとしたやつね、もありますし。コアみたいなね。よく出るな、コア、私の口から。コア、今コアコアか。あれみたいに、形のあるやつね。あるじゃないですか。私がね、好きなヨーグルトはコアコアか。まあ、コアか。あと朝の、おはよう朝のヨーグルトみたいな赤いやつ。グリコの。あれが好きですね。ちょっと硬いと言いますかね。形がある、あれが好きですね。皆さんはどんなのが、ビフィズチキンがあるんですかね、あれは。なんかもう、どんどんおかしくなってくる、言ってることがね。なんかドロッとしたやつあるよね。プレーンっていうのはね、プレーンヨーグルトっていうのかな。ああいうのが好きな方もね。プレーンって味ないでしょ、でも。あれ、健康のために食べるのに味を気にするのか、私は。コアコアと、まあコアとね、
朝のヨーグルトあの味がありますよね。美味しいですね。ヨーグルトを食べましょう。皆さんのおすすめのヨーグルトぜひね教えてくださいませ。私はね自分が美味しいなと思ったものを食べ続ける習性があるんですよ。だから本当に勧められ、これも美味しいよとか勧められない限りは、もう突き進むんですね。自分が食べたいものを。コアが好きだからコアを食べ続けて、まあ今コアコアになりましたけど。で、たまたまね、コアが売ってなくて、朝のヨーグルト3個入り、3個入りの買ってきて、食べたら美味しいんですよね。で、たまにコンビニでそれの大きいやつがあるんですよ。おお、これ大きいやつじゃんって買って食べるね。そうしたら今度はその朝のヨーグルトを食べ続けるというね。そういう習性があります。なので、教えてくださったりしない限りは私は変わらないので、なんだその凶悪みたいな言い方は。ね、そんな知らんわって言われたらそれまでだよね。ぜひ教えてくださいね。さあ皆さん、今日は水曜日です。なんか昨日から風強いよね。おとついからか。嫌になっちゃうね、風もまたね。春一番ですかね。それでは、お花れコンでした。またね。ありがとう。